人が消えた町の主は動物たちになっていました。やっぱ人がいないんで、もう動物天国になってるってことですよね。かつて家族の一員だったペットたちと人との関係も大きく変わっていました。猫なんかもね、普通だったらばこう寄ってくるはずなんです。それが人間をもう遠ざけて離れていくっていう、今まで一緒にいてね、もう何年も一緒に暮らしてて、その関係が本当の一瞬で壊れたっていう感じですよね。赤間徹さん、避難先からおよそ80キロ離れた浪江町に毎日通っています。あ、猫だ。町の許可を得て避難区域に取り残されたペットの保護に取り組んでいます。貯金を切り崩して犬や猫の保護を続ける赤間さん、自宅には100匹以上の犬や猫がいます。原子力発電所から原発事故の直後に見た悲しい光景、それが保護活動の原点でした。爆発した時にバスで逃げるっていう話になったのね。そのバスに乗る時に動物はダメだってことな、そこで話してくださいって言われて、もう飼い主がね、泣きながら誰かもらってくれないですかとか、そういう光景もあったし、でもうそこで話した飼い主もいるし。避難の混乱の中、飼い主とペットに訪れた突然の別れ。避難区域に置き去りにせざるを得なかったペットの数が数千匹に上ると見られます。そして残されたペットたちは繁殖を繰り返し、人を知らない世代が次々と生まれます。赤間さんはこの5年の間、変わっていくペットを目の当たりにしてきました。入ってる入ってる、ミキネコですね。人を知らない若い猫、ペットは野生化していました。誰も保護しないで黙っといたのでは何ぼでも増えていきますから、保護して避妊去勢をしないと、住民が帰ってきた時にね、こういう動物に犬猫に困らないようにということで始めてるんで。保護した犬や猫には去勢や避妊の手術を行います。繁殖力が高いというか、猫の場合、ね、年に3回から4回だとね、ちょっとね、2回、3ヶ月に全然発情しちゃうから。国は保護活動をもう行っていません。ペットが人と再び暮らすために、赤間さんの保護活動は続きます。避難指示は次々と解除されていきます。動物たちの居場所は